はい、本日の一面ファーストビューです。本日の日本証券新聞の一面、これをですね、紙面印刷前に、ご紹介というところになります。まずはですね、本日の一面の方ですけども、はい、こういった内容となっております。トップは宝印刷、こちらの方の社長の、野中氏のインタビューが、載っております。注目の記事ということで、記者の方からもかなりこうおすすめですという話は聞いております。タカラ&カンパニーの傘下となりますね。こちらのインタビュー、ここで、社外取締役が取締役議長を務める企業一覧、こういった表がついている記事になりますね。ここのご紹介、それと準トップになりますけども、冬だ水素だ岩谷だというタイトルがついております。水素バリューチェーン協議会88社の話というところですが、全日系の岩谷の動きというのも、かなり値段は飛んでおりますよね。銘柄コードは8088岩谷産業、全日系で6100円、560円高、 10% 以上の値上がりとなっています。最近ちょっと取り上げられてますけども、水素関連、ここで、注目されている銘柄ですね。5番もどういう動きになるのか、強まった気配になっておりますけども注目されます。続いてサイドですね。サイドの、まず一つ目となると、これはですね、はい、インフラ関連第2弾というところで、インフラ関連の銘柄を取り上げて、説明というところですね。特にですね、今日ですかね、政府の方からも総合経済対策、このあたりの方が、追加経済対策、ここの発表がありますけども、ここで、どういった注目銘柄が出てくるのか、それに絡めてというところですね。輸出25年、受注目標34兆円と、読売の方でも報じられておりますけども、こういったところが刺激材料になるのではないかなと。いうところですね。あとインフラ輸出関連では調整十分の、日本公営、このあたりも面白いのではないかなというところで記事を取り上げます。ここは大幅増益期待というところも、見込まれておりますね。幅広くインフラ関連株をこうピックアップというところになります。それとあとサイドの方の、丸2となっておりますけども、これはご存知、平野健一さんの相場表街道裏街道というところで、これも人気のコラムとなっております。今日取り上げる銘柄、先んじでちょっとご紹介させてあげますけども、銘柄コード3837アドソル日清になります。ご注目ください。それとですね、記事の方では、機械受注関連、あとはいつも、皆さんが楽しみに読まれている方も多いようですけども、この風林火山、こちらの方の、記事をピックアップという形になります。特にですね、やはり目立つのは岩谷に代表されるような、例えば脱炭素投資、1割控除、こういったところの動き、ここになる銘柄というのが、今後注目の的というところになってくるのではないでしょうか。岩谷に代表されるようなところですと、水素関連、こういった銘柄が注目されますね。はい。特に水素バリューチェーン推進協議会というのがあるそうなんですが、ここには88社が登録されているというところで、今日急騰を見せております三菱加工機ですとか、カジテック、あとはですね、新コスモス電機、こういった、銘柄も含まれますので、そこのですね、紹介、このあたりをしていただきたいと思います。夕方には出てまいりますが、それに先んじてですね、デジタル版の方ではもうすでに読むことができる記事もいくつかはございます。そういうところでぜひ今日もですね、日本証券新聞、一面を中心に今お送りしましたけども、小判の動きも注目です。以上、本日の一面ファーストビューでした。